頑張れ相手の攻撃避けろ頑張れ音相手の攻撃おお避けろ全員避けろいけいけよーリュウタもうねやばいねあの格闘パンサーにとどめさせればっかじゃんなんかさオリコンも最強伝説の時も見たんだけどさ格闘パンサーにとどめさせられることが多すぎない初見プレイの時もそうやし、鬼コンボ最強伝説の時もそうなんやけどさ、なんでこんなに格闘パンサーにとどめさされなあかんのいつもとどめ格闘パンサーやんか。俺心にパンサーしてないぞ、そんなに。俺心にパンサーちゃうねんで。ちょっとここ避けほしい。よし、いいね、いい避け、いい避け、いい避け、よしよしよし、でかいよ、でかい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 。さあ、ここで子守歌。さっきの見せてくれ。さっきの子守歌。はい OK! まあまあまあ、1体止めれば十分でしょ。11交換。11交換、OK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 。11交換できてんなら十分だ。格闘パンサーのね、新速襲が350打点食らってるから、それを回避できてんのはでかい。アイスカッシュ。よし!それでかいね!このターンノーダメージか。まあ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 、このターンノーダメージと考えれば、これ、つばぜらいでもさ、あー、ちょ、待って、やばい、やばい、のー、間違えた、あー。勝たなあかんねえ。やべえ。今の勇気100もらえなかったのでかい。あ、で、くんのよー向こうから仕掛けてくんのによなんでこっちから仕掛けちゃったんだろう。でも、ノーダメでかいなー。いったーなんだと子守歌せーのあーそこか止まんの止まんのそこかまあまあ噛みつきなら OK よし OK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  キースラゴン起こしてないねキランゴちゃん起こしてないね OK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  とりあえず耐久は今までの中で一番いいしっかり勇気貯めれれば勝てるかも。まだまだ全然いける。全然いける、全然いける、全然いける。このターンのギガソードを耐えてほしいね。うまいこと。ここのターンが一番大事。あーもうガード、青銅の盾さ。いや確かにね、現実問題ね、青銅の盾がね、ギガソードガードするわけがないよ。ね、勇者の一振りをさ、青銅の盾ごときでガードできるわけないけどさ、そら。でもこのゲームガードできるはずなんよ。なんやこれ中古かこの制度だって中古っちゃうかガードガードガードこの制度だって中古かもしかして。あー、あんだけ HP 有利取ってたのにもう取り返されてる。おーっとーこれ次のターンあるな。チャンスあるな。噛みつきよいしょ !OK!カトバンサーここ避けてほしいね。ここ避けてほしい。ここ避け大事。避けろ!よしよしよし。よしよしよし。まだだ!諦めてない!まだいける!いける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 !いける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 全然いける全然いける全然いけるこれ。おたけび!よし!そっかやべやばい避けろガードよし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 来たかいけるかうぅ勇気たまれ勇気たまれ子守歌せーのわーいったかよしいったーいったやっはーしやっはーしよーし長かったーすげーこれが百分には一見にしかずペンは剣よりも強しわかるかい催眠と麻痺こそが最強だということをわかるかい
リュウタ、お前に足りないものを教えてやろう。諦めない心だ。俺は一度勝ったからオッケー。お前5回ぐらい勝った。ああ、よかった。一度勝ったからもう、二度とやりたくない。よっしゃー、いけたー。実況者の鬼門とも言われた一つ目を突破したね。いや、ドラキーで突破できたの素直に嬉しいわ。いけるんだね。まあ、いい避けしてくれた。マジでいい避けしてくれた。ただ、一つ言うんだったら、聖堂の盾なんかしたっけっていうレベルなんだよね。くそ、負けちまった。俺としたことが全部勝たなきゃいけないの辛すぎない。そんな優勝やだわ。よし。うわー、もう、これでね、武闘家の最悪の難易度にね、困ることはなくなりました。残りね、下級職3つ、やってしまいましょう。なんてやつだ！てめえ、そうまでして勝ちたいのか！よう、リュウタ！なんか表情浮かねえじゃないか、リュウタ。俺なんか表情浮かねえな。なんだ？マスタークラス大会が解禁されたんだけどさ。まあ俺は下級職まだ挑んでるから。バトルマスター大会か。まあ、ちょっと遠い話だな。なんだ？リベンジマッチか？受けて立とうではないか。うん。カモンカモン。世界の半分をやろう。カモンカモン。さあ、リュウタとのエキスビジョンマッチです。リュウタがリベンジしてくるので、ね、ちょっと受けて立ちましょうよ。なんでだよ。相性クソやな、これ。どうしましょう。さあ、久しぶりに主役に登場していただきましょう。ドラキー、タホドラキー、ドゲキー、今。ドラキー3体で大集合だ。よし、行くぞ。いや、もうちょっと相手的になんか詰んでるような気がするんだけど、詰んでないよ。さっきのね、ように、まあ、避ければいいんですよ。避けたり、会心出したりすりゃいいだけの話。ね。論より証拠、お見せしましょう。何がきついかっていうと、ドラゴンはグレートダキの弱点をつけます。バトルマスターがいます。ギズモは耐性大分けですっていうことですね。まあ、グレートフブリザードでドラゴンの打点を取りましょう。グレートフブリザードが主人公とドラゴンにいい打点取れるから、普通に削り剣も狙えると思う。HP は同等。向こうはバトルマスター相性が発動していないというね、効果やらかしてくれてるんで。相性じゃねえんだよな。向こうは火力に耐えれるかどうかなんだよな。扇風剣。まあ、扇風剣はね、グレートダイキーのね、風耐性が息をすると思います。おヒートアップは爆発。力5の爆発なんてね、大したもんじゃない。爆発はそもそも、まあそこそこ強いんで大丈夫です。うん、オッケー。属性耐性が息してるね。グレートダイキーの属性耐性でね、有利にバトルを務めていきたい。グレートフブリザードでドラゴンへの打点が取れるよ。はい、いけ。400か。避けられてるな。で、炎はまずいというわけですよ。炎はまずい。火を連想させる攻撃に弱いシリーズ。いったー、熱いな。こんな調子で削り切れるのか。勇気勝ちは無理だぞ。 CPU 補正も相まって、まあ、扇風機は風耐性が息してくれるんで。あ、息してるって言っても300弱食らってるのおかしいんだけどな。おかしいな。いけ、すべてを凍らせるつもりだ。さっきは外したが、次はそうはいかん。お前かい。お前がいかんわ。デインはまあ賢さは242。賢さ242ですからね。まあで、火を連想させる攻撃には弱いというわけですよ。厳しくなってまいりました。さあ、グレートダキー、そうそう、避けてほしいところ、避けました。ここ避けると仮定して、次のターンに一気に攻め立てる。そう、次のターンに一気に攻めます。あ、待って、ドラゴン切りの方がよかった？これ。あれ、ドラゴン切りでよかった？ドラゴン切りでよかったんじゃないの？結果論、これ、ドラゴン切りで良くなっちゃうよ。いや、まあ、ここ避けてね、ひらりとかわします。ここでグレートダキーがひらりと身をかわしてね、相手にね、絶望を与えます。はい。激しい炎。まあ、ひらりと避けてね、相手に絶望を与えましょうや。ひゅっ！あ。
え？お？ストップ、ちょっと待って、ちょっと落ち着け、落ち着け、ちょっと俺に一段だけ時間。遅れ。ああ、まあそりゃそうだわ、そればっかりはそうだわ。相当竜太に遊ばれたぞ俺。相当竜太に遊ばれたな。ドラゴン斬り当ててればいけたじゃん。当ててればな。死神の盾があったけど、クソパッチョされた。まあ、今一進化の標も使われてたしな。ピロリが足んなかった。うわ、リュウタお前に最強武闘家は譲る。譲ろう。あ、これ譲れるもんじゃねえわ。買う？最強武闘家優勝カード買う？